今日は片野山に登ります。いつもは京阪電車木佐市駅から九龍池経由で片野山に登ることが多いのですが、今日は河内森駅からスタートします。今日のコースは片野山から白旗池を通り国見山まで行き、 JR 津田駅から帰ります。河内森駅から歩いて5分ほどで河内岩船駅に到着します。駅のロータリーが見えたら右手に進みます。道なりに進むと刀の地酒を作っている大門酒造さんが見えてきます。さらに道なりに進みます。この辺りまで来ると神宮寺のぶどう農園がたくさんあります。毎年6月半ばから7月頃にぶどうを直売されているのでよく買いに来ます。デラウェアが粒が大きくてとても甘いので美味しいです。ぶどう畑が途切れたあたりに石仏の道の案内があるので右に進みます。この辺りから山道に入っていきます。石仏の道を進みます。石仏の道は御来光道とも呼ばれています。片野山は元旦の日に御来光を見られる方がたくさんおられるので御来光道とも呼ばれているようです。途中に分岐がありますが、まっすぐ進みます。
ここで道を間違えてしまい、まだまっすぐ進むはずでしたが、片野山の表示があったので左に進んでしまいました。間違った道を歩いてきてしまってますが、初めて歩くところなので、それはそれで楽しんでます。この辺で間違った道を来たことに気づきました。あれ、このまま行ったら下山しちゃうなと思って引き返しました。ここで片野山の位置を再度確認して戻りましたが、この辺りの土地勘があるので迷わず良かったですが、初めての山だとアウトですね。ちゃんと地図を確認しながら進まないとダメです。到着しました。ここからは大阪から京都まで一望できます。
こでお昼休憩をしました。とても暖かかったのでゆっくりコーヒータイムもしました。いただきます。ここから白旗池を経由して国見山まで行きます。白旗池に到着しました。ここには片野市生き物ふれあいセンターがあります。ふれあいセンターの建物から見る白旗池はとても美しいのでおすすめです。国見山に向かいます。国見山に着きました。JR 津田駅に向かって歩いていきます。出口の柵を越えて振り返ると通行止めの張り紙がありました。でもどこが通行止めかちょっとわからなかったです。住宅街を抜けて第二京阪の高架の下をくぐってまっすぐ行くと
JR 津田駅に行きます。駅の裏のロータリーに着くのでちょっと分かりにくいですが、ここから JR に乗って帰ります。気軽に歩ける低山ハイク、皆さんも楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。